皆さんこんばんはマナのラフラジオのお時間ですこれこ今日も失礼しました日曜日の9時半から10時までの30分間私玉城マナがマナのラフラジオをお届けします30分間お付き合いお願いします私の方がですね声を聞いてわかるとかと思うんですが風邪をひいてしまってですねもう本当に熱もこの1週間ぐらい風邪ひいてるんですけどあの特に喉と鼻水がすごくてですね 本当に大学に入って初めてなんじゃないかってぐらい熱を出して全然今まで風邪をひいたことがなかったので私でもびっくりしてます,でですね、病院に行って調べたら全然インフルンではなかったんですけど今も春インフルエンザっていうのがあるらしくてですねあんまりインフルエンザって熱が出たりするのが特徴だから皆さんそれで風邪と見分ける方もいると思うんですが熱が出ないインフルエンザもあるみたいでですね でもなんか体のだるさとかはやっぱりインフルエンザの特徴らしいのでもし熱がなくてもちょっと具合悪いなと思ったら安静にした方がいいみたいです、私も初めて今回、風邪ひいてですね調べて知りました、でもうバイトも休ませていただいても風邪ひいていろんな方に迷惑をかけてしまって体調管理大事だなと考えているこの頃なんですが皆さんはいかがでしょうか。今日は、ね、日曜日ね曜で 明日からまた月曜日で始まるんですけどやっぱり新生活っていうことでですね、風邪ひく方とか増えるらしいです、4月は皆さんなんか無理,しちゃう無理しすぎちゃうみたいでなのでですね、自分の体を大切に皆さんも暖かくしてまだね、夜とか冷える時もあるので暖かくして大切になさってくださいっていう話でした。はい では、この番組ではですね、ツイキャスも配信してますし、メールも募集しております。メールアドレスは、7 6 1アッ m マー k f m c o z a j p 7 6 1アットマーク f m k o z a j p になっています。え、私のですね、これからのコーナーで、これからのコーナーで音楽を紹介していくコーナーもありますので、皆さん、あの、何かかけてほしい音楽、 がありましたらリクエスト音楽ですっていうメッセージとともに何かその曲にまつわるストーリーとかメッセージも添えていただけたり一緒に紹介していけたらなと思ってますのでお願いしますで先週私 Facebook と Twitter を始めたっていう話をしてですね全然うまくできなくてちょっとどうにか頑張りますっていう話で終わったんですがあの後もですねやっぱいろいろ投稿は教えてもらいながらしてみるもののなんかお友達申請とかですね あの、メッセージのやり取りとか、なんかどこに来て、私さっきどこを開いてみたんだろうとか、全然わからないことが多くてですね、もしかしたら何かお返事返してないものとか、なんか承認、私してないものとか、なんかいろいろ手違いがあるかもしれないので、皆さんすいません。温かく見守っていただけたらと思います。ちょっとずつ慣れていきますので、よろしくお願いします。はい。ではですね、最初に今日のオープニングナンバーから、 いきたいと思います。では、今日のオープニングナンバーはですね。えー、先週はですね。福山雅治さんのミルクティーを紹介したので、今日も福山雅治さんの中から私が好きな曲をお届けしていきたいと思います。今日の好きな曲をオープニングナンバーにしていきたいと思います。お願いします。では、福山雅治さんで生きてる生きてく。く はいお届けしました曲は福山雅治さんで生きてる生きてくでしたありがとうございますではですね今日はこれからウムさんユンタクタイムのコーナーに入っていきたいと思いますこのコーナーの紹介をさせていただきますこのコーナーはですねえっと新聞や出来事などで私が気になったり皆さんと共有したいなっていうことを取り上げて皆さんと一緒に紹介しながら話していけたらいいなっていうコーナーになっています 今日の記事を紹介していきたいと思いますね今日は、えー、4月15日昨日の土曜日の琉球新報から撮ってきました読谷の海の幸どうぞという記事です行きますね。今日 Facebook と Twitter の方にもですねこの海関連漁港関連で糸満の海の写真を上げさせてもらいましたちょっとじゃあ紹介していきたいと思いますはい。 読谷の海の幸どうぞ2016年7月から工事が進められていた読谷村豊谷漁港水産物展示販売等施設が完成しました競り市場が合わせて競り市場が合わせて、えー、整備され落成式が11日に開かれました村屋村漁港工事の関係者が出席 石峰村長は村が誇る海の幸を多くの方に楽しんでもらえるさ,さらなる水産業観光産業の充実が図られると期待していますセ旧競り市場は1974年に建設されて老朽化が進んでいました92年に建設された鮮魚直売店は食事提供もしていましたが一部が屋外にあるなど雨天時の使いにくさが指摘されていました 新施設は旧セリ市場の跡地に建てられ、セリ市場と鮮魚直売店が併設されています。そのため一般の利用者も直売店の利用と合わせてセリを見学できます。鮮魚直売店は客席を旧施設の50席から約120席に増やし、屋根があり空調が完備された施設で鮮魚を,を味わえるようになったとのことです。村魚協の近所組合長は、 セリ市場と直売店が一体となった複合施設は県内初だ地元の方から観光客まで多くの人に利用してもらいたいと話しましたはいこの写真ではではすねこの記事ではこの新しく出てきた読谷村の豊漁港の写真も一緒に載せられてるんですがですね2階建ての白い建物ですごく綺麗な外観になってますよ、皆さん赤瓦でですね。なんかぱっと見漁港って感じ ななんんかだろう漁港、海のそばにあるっていうのが漁港って感じだと思うんですけどなんか魚の絵とかがあるわけじゃなくてですねなんか白を基調としたおしゃれな建物になっててですねこれで中に入ったら漁港になっててお魚の競りとかが行われているって思ったらこのギャップがまた人々の関心をそそるのかなと思うぐらい素敵な建物になってます。 で中でで鮮魚がが味わえるっていうのが魅力ですよね私も沖縄市にあるパヤオの,あの魚の直売所によく行って食事とかするんですけどあの雰囲気が好きでですね魚をその場で自分で選んで買ってそして食べられるっていうのはやっぱり新鮮さとかが魅力ですよね。で 今日のフェイスブックとツイッターの方ではですね、糸満の海の方も挙げさせていただいたんですが、私、去年からですね、糸満の方でボランティアをさせていただいていて、それの関連でよく、本当に今年去年から今年にかけての3か月間ぐらい、本当にいとまんによく行っててですね、で、その時に初めて糸満もこの海のが有名なところなんだっていうのを、 知りましたね糸満ってやっぱり平和記念公園とかがあって平和学習とかでよく行ってたんですけどこの漁港海中の町っていうのは全然知らなくてですねでこのボランティア関連でいろいろな方から教えていただいたり関わったりして海にえっと 前にに行ってきたた時の写真をフェイスブックに上げましたとっても綺麗でしたよでお魚センターもちゃんとこの読谷の豊漁港のようなところもあって行ってみたんですけどすごくですねあの魚が綺麗に並べられてるのとでいろんな魚がちょっとずつなんかバイキングみたいになって置かれてるのがびっくりでですねパヤオとかはあの食堂があっても注文してそのまま食 あの食事としてきれいに出てくるんですけどこの糸満のお魚センターの方ではですねこの食堂って感じでご飯味噌汁なんとか定食って感じで出てくるんではなくてイクラだったりマグロだったりっていうのがちょっとずつ盛られてるんですね氷の上にそしてそれをバイキング形式で自分で好きなものを取っていってご飯を単品で買ってその上に乗せて自分で海鮮丼を作るっていうのを知って。 もう超びっくりしましまたね海鮮丼を食べてる人がいてあなたどこで買ったんですかとかも聞いたんですけどもそうじゃなくて自分でご飯を選んで内容も選んで作るんだよっていうのが衝撃で友達と興奮していろいろ買ってみましたすごくおいしかったですでこの富谷漁港もですね読谷村はもう先週も先々週も読谷の紅芋の話ばかりしてるんですがやっぱりお芋のイメージっていうのが。 強いんですが海の幸も豊富っていうことを今回この記事とでちょっと読みたいについて調べたんですけどそれについて初めて知りました富谷漁港っていうところも、ね、リニューアルしたことをきっかけに皆さん観光客の方とか空調も完備されて雨が降ったときでも大丈夫ってあるので皆さん行ってみる方は増えるんじゃないかなと思いましたで私もですね絶対これ富谷漁港を紹介したからには行きますので。 でどんな,なん競りが見れるってことで競りっていうのを見てみたいですね体感してみたいなと思って取り上げましたなんか紅ーもから続き先週も先々週も今日も今考えたら読谷の話題を,を紹介してるなと思って私読谷もとても好きで友達とかもいるんですけどいろいろな市町村をこうやって考えたら特色があるので紹介していけたらいいなと思いますありがとうございます で、ツイキャスの方もメッセージ来ています。ありがとうございます。中野町中月さんから1週間の締めくくりはラフラジアという方でありがとうございます。嬉しいです。すいません。もう今日は風邪も引いてしまったんですが、心は元気なので皆さん楽しめるように頑張ります。 でシグナスさん、こんばんは。初めまして。初見です。っていうことと、FM 小山のツイキャスの参加はたびたびしてますあ。ありがとうございます。ツイキャスで見れるっていうのはやっぱりすごいです。画期的ですよね。全国どこからでもリアルタイムで見れるってことで、私の友達もですね、あの電波が届かないところに住んでるって言ってたので、ツイキャスで紹介できて本当に嬉しいです。で、恋するキャ たんさまからこんんばんちーやっと聞けたわ昨日かと思ったありがとうございますそうなんです日曜日の9時半から番組やっておりますのでぜひ明日もね月曜日ということで皆さんあの早く休む方も多いと思うんですがぜひ聞いていただけたら嬉しいですありがとうございます今日紹介した記事は「読谷の海の幸どうぞ」ということで読谷に新しく完成した えー、旧施設もあったんですがです、ね、リニューアルして完成した豊漁港のことを紹介しましたではこれで今日のウムさんユンタクタイムは終了となります。 ははいでで本日ののミューーーージックパワーのコーナーですこのコーナーはですねいろいろ曲を皆さん聴くと思うんですが思い出に残った曲であったり元気づけられた曲であったりあこの時この曲聴いてすごく励まされたな楽しいな好きだなという曲を紹介しながらですねこの曲のパワーについて考え,考えるというか紹介していこうというコーナーになっております。このコーナーナですね私は 皆さんからのリクエストとそれにまつわるちょっとしたメッセージなども受け付けながらですね主に皆さんのリクエスト曲などを流していくコーナーに後々はしていきたいなと思っておりますので皆さん前回ですねツイキャスでオレンジレンジの花のリクエストをいただきました本当にありがとうございます私がですねこの番組内でいただいたメッセージをこのパソコンですぐに探して流せるように ちょっと頑張りますので,で、ね、メッセージをいただけたら来週でも再来週でも必ず紹介しながら流していただきたいと思いますので皆さん何か好きな曲とかそれにまつわるこういうストーリーあったんだよなっていうのがエピソードがありましたらぜひお寄せください。お願いしますで今日はですね、あのー、私の曲を紹介したいいいと思いますす私が好ききな曲ですね紹介していきたいと思います。 今日はですね私が好きな映画から撮ってききました私が好きな映画の中で「ヘアスプレー」という映画があるんですが皆さんご存知でしょうかミュージカル映画になっているんですがジョン・トラボルタさん有名ですよねミュージカル界でが出てらっしゃる映画になっているんですが私が中学校1年生の頃ぐらいに公開された映画になっていてです、ね、これもまたミュージカル映画なんですが。 私はその時リアルタイムであの公開しているときに映画館に見に行けなくてですね、私はその時恋空を見てましたでもうこのその後、何年かしてから DVD でこの映画に出会ったんですがあこの美しさと音楽の素晴らしさとダンスの可愛さをぜひ劇場で見たかったなーってすごく思った映画になってますでですね、何がいいかって言ったらもうすごくメッセージも 性もあってですねちょっと紹介するとですねある女の子がいてですねこの女の子は町のテレビ局で行われているこの町の学生たちが集うダンス番組みたいなのがあるんですねすごく華やかなそこはもう出てる学生たちはもうこの町のアイドルなんですねその中で私も踊りたいっていう夢を持ってましてだけどこの子の 見た目にコンプレックスを抱えてましてですねいろいろこの子はコンプレックスってあんまり思ってなくて周りからのなんかひどい言葉であったりとかでいろいろ悩むこともあるんですねでそういう外見のコンプレックスっていうのかなっていうのとでもこの夢を叶えたい気持ちとでいろいろですねこのえっと映画はですね60年代を舞台にしているのでいろいろ人種差別の問題とかも織り交ぜながら この女の子が成長していきながらでラブストーリーも含まれますよラブストーリーも含まれながらなんか明るい未来へ進んでいく映画っていう感じでもう最後のエンディングなんかとっても感動するんですねでミュージカル映画が苦手っていう方結構いらっしゃると思うんですがこの映画はですね本当にもうザ・ミュージック 映画ミ,ミュージカル映画っていう感じですごくダンスシーンと音楽シーンと歌うシーンが多いんですがメッセージ性もとても強くてですねストーリーがとても素敵で出ている役者さんのもとても素敵で綺麗なのでぜひ見て一回ちょっと見てもらってもいいかなと思います。でこの中でもでもすね私が 一番好きな曲を今日は紹介していきたいと思いますよ。あ恋するかっちゃんさんから私の曲というからまなちゃんが歌うのかなと思ったのでそうですよね、すいません私があの私の曲っていう言い方がおかしかったですね私が紹介したい曲を持ってきました今日はすいません紹介していきますねで中野町の和輝さんからアマンダ・バインズが出てるやつそうですそうです。アマンンダ・バインズっていいう女優さんがいるんがるですけど 超可愛くてですね、この人も出てるんでこの人を見るために見るのも価値があるぐらいすごくかわいい曲なので皆さんにぜひ聴いてもらいたいし映画もぜひ見てもらいたいですね。で今日はその中から「WithoutLove」っていう曲を持ってきました「WithoutLove」で「愛がない人生なんて」みたいな感じの曲なんですが いいろろ今日は英訳をね紹介することができないんですが、皆さん、この曲聴いてメロディーがとても素敵なので聴いて、ちょっとでもあいいな、ちょっと見てみようかなとか音楽だけでも聴いてみようかなと思ってくれたら嬉しいなと思います。私が大好きな曲で DVD とサウンドトラックも買ってですねよく聴いている曲ですごくいい曲なのでお届けしたいと思います。ではえっと映画「ヘアスプレー」からのサウンドトラックで「WizardLove」。 はいでは曲も途中ですがこちらでエンディングになります、えっと今日の放送もですね楽しかったですありがとうございますこの曲メロディ素敵じゃないですかねなんか優しい曲で皆さんぜひ興味が持ってくだされば聞いてみてくださいで今日もですね明日の天気をお伝えしたいと思いますよ明日は最高気温が25度最低気温が23度の曇り時々雨になっております 今日もですね、私さっき今日テルリン祭でパーカーベニューのところはとても盛り上がってたんですが、皆さん行ってみたでしょうか私もさっきちょっと覗いてですね、そんな青年会の映像と歌を聴いてきたんですが、すごく皆さん盛り上がってて半袖でビール片手に映像見ながら、ああ、いいなと思って見てました。映像もすごく素敵でしたよで。まだは、もうね、夜も半袖でもいいぐらいなんですが、やはりちょっと、 寒くなる時もあるので、明日も雨降ったらちょっとジメジメしたり、気温も下がるかもしれないので、皆さんね、風には気をつけて、ゆっくり1週間スタートさせていただければなと思います。では、今日もツイキャス、コメントたくさんありがとうございました。皆さんからのリクエスト曲お待ちしてます。よろしくお願いします。ではまた来週も聴いてください。ありがとうございました。